こんにちは、S&D です。今日は2人で行うレシーブ練習の紹介をしていきます。ボールをなるべく落とさないようにすることです。ポイント2つ目は同様の練習で3人で行うレシーブ練習もあるのですが、3人で行う練習よりもボールを触る数が多くて体力的にもしんどくなってくると思うので、2人でお互い声を掛け合いながら
つなぐ声や頑張らせる声を出してつないでいきましょう。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。Thank you.